日枝さんっていうのはフジテレビの生え抜きなわけ。こいつはやばいっつって、はい、社長が一本釣りして、うん、秘書室長みたいなやつだっけ、社長室長かな、はい、当時は追い出す時フジテレビの社長になってたのね、はい、娘向こうを追い出すわけ、はい、クーデター起こして、要は日本放送の株半分持ってたわけじゃん、そこの一族は。でも親父も死んだけど、要は一族何人か兄弟いるから、はい、そこに株が分散されて、そこの一族に株の支配権で負けるわけだし、日本放送の人じゃないじゃん、うん、日枝さんは親会社じゃん。でも一番稼いでるのフジテレビ。フジテレビですよね。だからフジテレビが親子関係を変えようとしたの。フジテレビを上にして、そう、例えば親会社が日本放送の株をフジテレビがいくら持ってても親会社だから、はいはい、議決権がないの。日本放送の株を いくら買っても、うん、それはフジテレビの議決権ないから、はい、何にも意味がない。それを解消するために日本放送をまず上場させて、はい、フジテレビを上場させて、一族の株をどんどん薄めていくわけ。なるほど。